ました。私はこのショーのコンシェルジュ、ひまわりコンシェルヘと申します。コニーって呼んでくださいね。グラシアス。そしてみんなのリーダー、ご存知ドンキホーテ。ほら皆さん、ようこそ。そして美しいお姫様、ダルシネア。ほら皆さんにお会いできて光栄です。今日はパルケ・エスパーニャがお送りするバラエティショー、ドン・キホーテのアミーゴでバラエティを思う存分お楽しみください。ドン・キホーテたちが皆さんともっと深く付き合いたい、今までとは違った形で楽しいひとときを分かち合いたいという強い思いから、このバラエティショーができました。が今日皆さんに会いたがっているのはドン・キホーテとダルシネアだけではありません。実は愉快な仲間が駆けつけてくれています。早速本日のゲストに登場していただきましょう。さあどうぞ。迎えよう素敵な仲間、頼もしいこの雨からにはみんなで参加できることをやったらどうですかな。そうね、それならクイズなんてどうかしら。クイズいいですね。ひまわりコンセルヘのコニーにお任せください。皆様がドン・キホーテたちのことをどのくらい詳しく知っているかをクイズで探ってみたいと思います。それではよく聞いてくださいね。第1問、この中で7月24日生まれなのは誰でしょう。この中で7月24日生まれです。アレハンドロ9月だよね。はい、分かった方大きく手を挙げてください。あ、そしたらチコチコ側の一番後ろの列の赤いジャンパーを着ているお二人お願いします。どうぞ。サンチョパンサー正解です。ありがとうございます。サンチョは7月24日がお誕生日、ユリの花が誕生花です。皆さん覚えて帰ってくださいね。答えてくれてありがとうございます。続いて第2問、お洋服にリボンがついてるのは誰でしょう。お洋服にリボンがついてるのは誰。分かったら大きく手を挙げてください。わ、たくさん手を挙げてくれてる。ちょっと待っててね。あ、そしたらダルシネアのご指名は誰かな。あ、こちらのメガネをかけてるアミーゴかな。はい、お願いします。ダルシネア正解です。あ、ダルシネア缶バッジもつけてくれてるよ。ありがとう。ダルシネアは大きなリボンがお洋服についています。それでは第3問、ちょっと難しい問題を出しますね。パルケ・エスパーニャのアトラクション〇〇冒険の旅の
丸々の部分は誰でしょう。ちょっと難しいかな。丸々冒険の旅です。どうでしょう、わかる方いらっしゃいますか。はーい、あ、じゃあごめんなさい、今度はマヨール側のアミーゴにしようかな。そしたら、あ、ちょうど2人並んでるアミーゴ手を挙げてくれてたかな。一緒に行こう。いや、せーの、ドンキホーテ正解です。わ、すごい。ちょっと難しい問題を出してみたんだけど、さすがです。よかったら皆さん、このショーが終わった後、ドンキホーテ冒険の旅乗ってみてくださいね。皆さんとっても詳しいですね。もっともっとドンキホーテたちのことを知りたい方は、どうぞいろいろ調べて、またいつかチャレンジしに来てくださいね。クイズに答えてくれたみんなに拍手。ドンキホーテと仲間たちはみんな音楽が大好き。それではミュージックスタート。このリズム踊りたくなるわ。まさに踊らずにはいられませんな。ここにいるみんなは歌と踊りが大好き。そこでせっかくですから、ダンスバトルを行いたいと思います。ほう、ダンスバトル、踊りで戦うわけですな。はい、そうです。そしてここでご覧になっている皆様が審査員になって、優勝者が決まるコンテストなんです。私たちは一人ずつ踊るってことね。そうよ、ガルシネア、みんなは同じ踊りではなく、自分の個性を思いっきり出してください。楽しそうですな。では誰から踊りますかな。最初はダルシネア、お願いします。アレハンドロ、お願いします。乗れば、
だったと思いませんか？それでは審査していただきましょう。この中で踊りが素敵だったと思う人、一人に手を挙げてください。それではドン・キホーテが素敵だったと思う方、手を挙げて。はい、元気よくお願いしますね。ちゃんとも手を挙げてくれています。ありがとうございます。続いてアレハンドロが素敵だったと思う方、手を挙げて。はい、 ありがとうございます。端から端までちゃんと見ましたからね。ありがとうございます。続いて山頂行った、僕山頂まで行ってない。山頂が素敵だったと思う方、手を挙げて。あ、山頂人気ですね。ありがとうございます。最後にダルシネアが素敵だったと思う方、手を挙げて。あ、ダルシネアも相変わらずの人気です。それでは今回のダンスコンテストの優勝者は、山頂パンサです。一生懸命踊った素敵な仲間に拍手。今度は皆さんの番です。スペインのリズムを楽しんでください。手を叩こう、足踏みをしよう。私たちの真似をしてね。全員参加ですぞ。さ、皆さんもご一緒に。基本的に2つのパターンを覚えていただきます。まず最初のパターン1、ドン・キホーテたちを見て覚えてくださいね。さあ、いきますよ。3、はい。ロロストレ、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 もう一度。裏のビートで手を叩きます。次はパターン2、3、はい。ポン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 。2つのパターン覚えられましたか？それではフィナーレにドン・キホーテと仲間たちの心からのスパニッシュメッセージをお送りします。今覚えた手拍子と足踏みで応援してくださいね。さあ、テンポが速くなりますよ。アニマ、さあどんどん盛り上げていきますぞ。皆さんもリズムで参加してね。皆さんは我が輩たちの大事なアミーゴ。さあ、行きますよ。パターン1から、3、はい。Oh, no.
皆さんのおかげで我が輩も最高の時間を過ごすことができましたぞ。本当とても楽しかったわ。ムチュースグラシアス、また会おうではないか。皆さん、ドンキホーテ、ガルシネア、そして本日のゲスト、サンチョとアレハトンを盛大な拍手で送りましょう。アディオス、アミーゴ。バイバイ、アディオス、またねー。お誕生日おめでとう。お誕生日のともなちゃんおめでとう。